そんぐらい食べます？結構食べます？普通ぐらいで大丈夫です。なんで回してるの？いや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 、サブちゃん的な感じで、そうですね、回した方がいいかな。こんな家庭的なカノンさんをちょっと。家庭的じゃないですよ。家庭的じゃないですか。家庭的じゃないですよ。リップ塗ってないんですけど、どうしよう。スタンバってないですよ。そしたら食べれないじゃないですか、一緒に。ごめんなさい、落ちちゃった。いいっすか？いいっす。いや、一応拭いときますよ。だってカメラに映ってたったら、いいですかなんてできないじゃないですか。体バキバキですもん、もう今。そうですよね。で、終わったばっかなんで。ちょっとリップだけ垂らしてください。これ面白いんですかね、この動画。どういう意図で撮ってる感じですか？カノンさんの家庭的なところ。家庭的かな？家庭的ですよ。いいじゃないですか、普段通りで。サブチャンネルちょっとリニューアルしたいからちょうどいいですね。ああ、そうですね。やりにくい。見てみたいと思うんですよ、皆さん。家庭的なカメラさん。多分出したことないですよね、ご飯用意したりする動画。出します普通。出しませんか。出さないですね。そうですね。需要ないかもですもんね。大丈夫。あります。キムチ鍋です。いや、その寒い季節には持ってこいじゃないですか。具なしキムチ鍋。このキムチを全部入れて、で、キムチの鍋、つゆ入れて、だからこのシャキシャキのキムチが具になるわけですよ。ああ、そういうことですね。それ昔から私の家ではよくやってたんですよね。やりにくい。いいっすよ、私テンション上げないですからね。動画撮るんだったら照明つけた方がいいですよね。いや、いいですよ。いいでしょ。いや、大丈夫です。普段はつけないじゃないですか。はい、普段のカノンさんでいいんです。写りがそういうところを気にしない。あれですか、要はリハビリですか。そうです。なんかもうカメラ回ったらなんかもういつもスイッチ入っちゃうと、だからもうそうならないようにですよ。マジか。はい、もう普段通りの笑いもいらないですかね。ああ、もう全然いいです。普通どうにしてください。無理やり愛想を振りまかれても視聴者さんも嫌ですもんね。難しいな、カメラオフモードなんて。あれ、ちょっとオンモードになってます。あ、やばいやばい。ダメです。あ、きつい。普通です、いつも通り。じゃあ普通でいきます。うわ、こぼした。このリアクションもダメか。ダメですね。もしこれが本当にプライベートだったら、こぼした瞬間に下打ちですかね、多分。じゃあ下打ちしときますね。たくさんですかね。やだ、嫌われる。嫌われるのが一番の恐怖。絶対嫌われませんよ。キムチ鍋をする動画ですかこれ。いや、違いますけども、キムチ鍋もするんですけど、今回この動画回してるのは、去年で渡るさんが動画出演を終えられたじゃないですか。はい。で、その後すぐに私の方がカメラマンとして入ったじゃないですか。その件で、視聴者さんから、カノンさんと肉団子さんお付き合いしてるんですかっていう質問が実は来てまして、今日ちょっとそのことについて、視聴者さんの誤解がないようにちょっとお話をした方がいいかなと思いまして。関係性みたいな感じですか？そうです、そうです。実は私の方にも DM、インスタとかに来てまして、タイミングが確かにバッチリですもんね。そうなんですよ。わたるくんがいなくなった瞬間に、肉団子さん登場みたいな。なんですけど、はい、まあ僕自身も結婚してますし、そうですね。奥さんの方もカノンさんの撮影とかやってるっても知ってますし、お会いしたこともありますしね。なので、視聴者様の誤解を解こうかなと。めっちゃ親切じゃないですか。ちょっと渡さんにも申し訳ないんで、僕からすると。そういう風に思ったんですか。そういうのは多分渡さんが見ても嫌でしょうし、付き合ってるみたいな噂が立つのも、はい、嫌だと思うので、はい、その辺をね、ちょっと昔話をしながら。なるほどですね。キムチ鍋も食べながら。すっごいワイルドじゃないですか、これ。これすごくないですか？見てくださいよ。普通のキムチの鍋の元に、キムチをただ入れただけで、これ具なんですよ。これが具になるわけですよ。めっちゃ良くないですか？辛そうです。辛そう。甘口で美味しいです。甘口キムチなんで、これが昔からよくちっちゃい時に食べてて、好きなんですよ。お玉がうちの家ないんで、これがお玉代わり。すいませんね。いいえ。本当に動画撮るんだったら、近くのダイソーで買ってくるんですけど、いきなりなんで。いや、今日めちゃめちゃ疲れた。ヒロ。多分ここにサム出てるんですけど、もう公開されてますよね。もう公開されてます。あ、行っちゃった。ヒロって言ったらあれですね。キロス行ったらバレちゃいますもんね。よかったら見てください。あ、美味しい。で、何の話でしたっけ？僕と、カノンさんの関係性。関係性。お付き合いしてるんじゃないんですよ。あ、それは全くないです。お互い、わたるくんも、肉団子さんの奥さんも、承知の上で。本来だったら一番嫌いなのが、多分肉団子さんという方のポジションを女性にした方がよかったんですよね。そうですね、本当だから。そう、肉団子さんと出会ったのが、
2014年ですよね。実はですね、肉団子さんと私ってもともと先輩後輩みたいな関係性、私が YouTube を始めたばっかの頃に YouTuber 同士のなんて言うんですかね、YouTuber の集いですね、集いっていうなんかオフ会みたいなのありましたよね。で YouTuber の集いっていうのでなんか先輩 YouTuber がお誘いしてくれて、で当時私登録者16人とかそんぐらいでしたよね。そうですね、確か全然いなかったですね、はい、そうですよね。そこに行ったら肉団子さんがいてみたいな。で当時肉団子さんがもう登録者700人ぐらいでしたよね。そうですね。だ実は肉団子さんはあのスタッフさんやられてますけど元 YouTube 投稿者っていうことになりますよね。 YouTuber なんて呼んでいいレベルではないかと。なので当時2014年の時は普通に肉団子さん肉団子さんっていろんな YouTuber と会う時にコラボ動画一緒に撮ったりとか YouTube のやり方教えてもらったりと なんかそんな感じで、でいつの間にか半年後ぐらいに私が登録者を抜かしたんですよなんでそんな人の傷をえぐるようなこと言うんですか。まあ、そういうことが私たちの出会いのきっかけですよ。でいつの間にかあれですよ、肉団子さん YouTube 引退したんですよね。そうです。で引退してで連絡取らなくなって、あの今何してんのかなと思って私が久しぶりに連絡したら、いろんなタレントさんとかの裏方の仕事やってますということを肉団子さんが言ってたんで、そしたら私もオフ会とかやった時に裏方のスタッフお願いできますかみたいな。でそこでまた第二の再会をしたわけですよ。でやっていくうちに、あれなんか肉団子さんに私お願いした方がなんかうまくいろいろと物事進むなみたいな。私ってすごい時間感覚とかその計算とかそういうのがもううまくいかないんですよ。すごい下手だから。そういうところすごいきっちりしてるじゃないですか肉団子さんって。なんか時間とかもうそういうスケジューリングとかそういうところを私の代わりにやってくれるからいいなと思って、それで今に至るって感じですよね。まあそうですね。どうでした当時の私は。出会った時 YouTuber 集いで会った時はいや真っ白でしたね。白い細いがイメージ。それ以外何も情報ないですもんね。元男の子って聞いた時どう思いました？見えなかったですね。ああマジですか。嘘だなってなりました、その当時は。あ、じゃあ食べていいですか。これが青木香音流のキムチ鍋ですね。どうですか、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。めっちゃ美味しそうじゃん。これをごめんなさいね。ね特殊ですよね。いただきまーす。あれそう、視聴者さんびっくりすること後で話した方がいいですね、あの例の件。ああ、そうですね。ですよね。あ、うまっ、うまい、めちゃめちゃうまいじゃないですか、これ。おいしそう。うわ、幸せ、これ。肉団子さんってあれですよね、あの、辛いの苦手じゃないですか。辛いの苦手です。これ全く辛くないんですよ。本当ですか？あれ、以前あれですよね、奥さんと、私と、肉団子さん3人の次に韓国料理行ったじゃないですか。行きました、行きました。チャプチェでめっちゃ辛いって言ってましたよ、肉団子さん。すごい辛かったですよ、あれ。それよりも辛くないです。あ、本当ですか？はい。だったら大丈夫です。美味しいですか？これトータルいくらぐらいでしたっけ？ 2000 円もしないか。1500円ちょっとぐらいですね。安っ。じゃあお待ちかねの、例の件の話した方がいいですよね。あれですよね、あの、肉団子さんの奥さんって、実は元男の子さんっていう。そうです、そうです。カノンさんと同じです。びっくりですよね。まあ偶然ですよ。これほんとただの偶然なんですけど。しかもあれですかね、私その元男の子の奥さんと特に別に繋がりないし、紹介したとかそういうんじゃなくて、たまたまです。当時なんか私なんか言ってませんでしたっけ、なんか僕は恋愛対象は女性ですよみたいな。でも大丈夫だったんですね、元男の子と。そうですね、特に何の抵抗もなく、気になった人が元男の子だったっていうだけであって。でもそれを今聞くとちょっと ひねくれたって言ったらちょっと申し訳ないけど、偏った考えの方だと、だから元男の子のカノンちゃんと一緒に活動してんじゃないの、元男の子が好きだからみたいな、うんうん、そういうわけじゃないですもんね。そういうわけじゃないですね。普通に AKB48 めっちゃ好きだったじゃないですか、はい、女たらしみたいな、そういうんじゃないですもんね。そうじゃないです、あの全然そういうのないんですよ。めっちゃ真面目なんですよ、あの視聴者さん。お願いします。何のお願いしますじゃあ今あれですか、奥さんと幸せに暮らしてるって感じですか。そうです、そうです。めっちゃ聞いて喧嘩もなく。喧嘩したことありますか。ないっす、全然喧嘩にならないです、まず。あ、結婚されても3年目？もう3年か4年ぐらいになりますね。一回も喧嘩したことないですか？ないです。私はたまに渡るくんとバトりますけどね。私は今日はハンバーグの気分、渡るくんがパスタの気分だみたいな感じで、うん、で、だいたい渡るくんがいつも譲ってくれるんですよ。で、また別の日になったら、俺はパスタがいいな、みたいな、うん。じゃあ私はハンバーグで、みたいな。え、だってこの前ハンバーグ食べたじゃんみたいな。え、でもパスタってさみたいな。そんなことでバトるんですか？私は勝手に一方的になんか言ってるだけかもしれないですね。そんなレベルでしか喧嘩したことないんで、大した喧嘩してないですよ、はい。奥さんの好きな手料理は何ですか？ポトフとか。わかん
れてて、そう、私もあの奥さんにお会いしたときに、なんかすごい丁寧な方ですよね。そうですね。物腰柔らかくて、はいはい、よく私に嫉妬しないですね。嫉妬したらおかしいか。全然してないですね。私も奥さんと良好なご挨拶をしましたし、本当はあの、消費者さん心配しないでください。こんな感じですよ、私たちって。恋愛感情があったらまず仕事ができません。そうですよね。仕事に恋愛感情ってやっぱ持ち込まない方がいいんですか？持ち込まない方がいいです。私、社会経験ないじゃないですか。もう見ての通りなさそうじゃないですか。散々遅刻してますからね、肉団子さんからのモーニングコールしてもらっても遅刻しますからね。すいませんね、いつも本当世話かけてしまって。ちょっと私白米食べていいですか？今何されてるんですか？チンです。レンチンしてるんですね。炊飯器が棚の奥にしまってあるんで普段から炊かれてない。そういうことになります、ね。ちょっと映さないでくださいよ。すいません。いや、全然でもレンチンのあのご飯って美味しいですよね。あ、美味しいですね、やっぱり。でも一人暮らしだから、あと最近渡るくん仕事忙しいんであんまり来ないんですよ。で、外食もあんまり行かないから私も、はい、なんすかなんかいつも通りの感じですね。いつも通り維持できてますか？今維持できてます。キャラ作ってない。全然作ってない、いつも通り。私はこれめっちゃご飯熱々なんで、これをいや、ほんとマジですよ、これ。食べるラー油。これめちゃくちゃうまいんですよ。温玉ですね。温玉出てきましたね。何ご飯なんですか？キムチ雑炊みたいな感じですね。私がよくやるんですよ、これ。実家で食べるときも、こうやってやって、カツオダレ？これ、160度で保温されてるんで、もう熱々なんで、これ、ご飯が。これが幸せご飯ですよ。うわ、美味しい。めっちゃ美味しそうなんですけど。幸せそうな顔しますね。私たちの関係性の話、どっか行きましたね。どっか行きましたね。でもどうですか？でも分かっていただけたと思います。こいつ。ね。うま。なかなか見れないんじゃないですか、カノンさんの動画でこんな丼飯を書き込むと。そうですね。普段見せないんで。見せないですよね、絶対。だってやっぱ綺麗に可愛く映りたいじゃないですか。実家。ちょっと近づいたら避けられました。最近あたるくんから連絡来て、なんか動画見終わった感想みたいなのくれたんですよ、うん。やっぱりなんか無理してる感が伝わってるから、なんかいつも通りやればいいんじゃないのって言われて、ただ私にとっていつも通りって、そのウェーってやるあのキャラクターがいつも通りになっちゃってるんで、まあでもあれですよ、視聴者さんにもこの前悩み相談の動画出したじゃないですか。はい、だいぶ楽にはなってきてます。はい、はい。まあ、無理されないような、なんかあれは相談してくれれば、ありがとうございます。口ぐらい聞きますんで。優しいですね。いいよ、ね。皆さん、こんな感じでですね、私と肉団子さんは付き合っておりませんので、ご心配なさらずにお願いします。肉団子さん、本当にあの、真面目な方で、渡る並みに真面目な方なんじゃないですか。肉団子さんも、すごい真面目なんで、私は信頼を置いている人間です。あの、肉団子さんは。ありがとうございます。ぜひですね、これからも楽しんで見ていただける動画頑張って作りますので、不快のない雰囲気で私もやれたらと思います。少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、あと TikTok、LINE 公式アカウントもありますので、そちらもご覧。画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。